大家好，我是海。ガスカファン。イエイ、白岡京香です。イエイ、熊沢風花です。イエイ、里中のすきです。じゃあ皆さん、地震の性格や最近興味のあることをも教えてください。最近興味のあること？なんだろう。性格。あれは人から言うの。じゃあまず夏樹はすごく、元気ですね。元気いっぱいで動きが大きいそうですね、いつも元気にやらせていただいてます。興味のことは最近興味のあること、興味のあること、うん、なんだろう、趣味とかでも。趣味、私スポーツがすごい好きなので、なんかバスケットボールとかよくやってます。ふーちゃんはなんだろう、かわいいなんかこうザ・センターっていう感じですね、うん、オーラマって、オーラマってなんか生まれつきセンターみたいな趣味は、なんか興味あることは、趣味は最近すごい一人暮らしをしたくて、うん、お部屋を探すのが趣味です。ずっとすごいホームシックなんですよ。いやでも頑張ります、うん、頑張ってください、はい、頑張ります。京香はなんだろう、結構あの MC とかよく回してるくれてる子です性格で言うとすっごいサバサバしてる、なんて言うんだろう、結構言いたいことをズバッと言う感じかな私の最近ハマってることは、うん、やっぱ漫画ですかね。少女漫画とかで、昨日も夏樹に借りた漫画を読みました。そう、なんかいろいろメンバーで共有したりとかも結構あります、はい、わかりました。じゃあ皆さんも今回は香港は初ですか？はい、初めてです。はい、初めての香港はいかがですか？なんだろう、まだなんか着いたばっかで、そうね、何もできてないんですけど、うん、すごいビルがさ、いっぱいあるし、ね、すごいたくさんあった。高いビルがいっぱいで、うん、すごい夜素敵だろうな、綺麗そうだった、うん、じゃあ香港といえば、もともとどんな印象を持ちましたか？どんな印象だ。今実際来たら印象は変えませんか？なんだろう、私はもうすごい香港といえば、うん、香港ディズニーというイメージがあって、うん、すごい可愛いからこう結構調べたんですけど、うん、すごい香港ってやるといっぱいディズニーとか出てきて、うん、すごい行ってみたいなって思いました。私は夜景ですかね、やっぱりまだあの夜景見れてないんですけど、なんか今日見れたらいいなって思います。私はそうですね、食べ物とかあるありますか？食べ物、なんか天津とかが有名ですよね。食べてみたい。はい、じゃあ初の香港公演は明日にあの控えてですね、今の気持ちはいかがですか？いや、すごい楽しみです。香港でライブをしたことがまだ本当に一回もないので、そのファンの方とどういう風に楽しめるかな、楽しみ。香港も香港で活動をしてみたいですか？はい、またぜひぜひ行きたいです、うん、なんかいろんな人にタスクを知ってもらいたいなって思います。はい、じゃあ最後にあの香港のファンにあの伝えたいことはありますか？いや、またこうやってライブに来れたのもすごい応援してくれてる皆さんのおかげなので、このライブでね、もうよりたくさんの香港の方とか、もちろん日本から来てくれてる方にもいいライブを見せたいなと思うので、ぜひあのご興味があればあの日本にもライブに来ていただきたいなと思います。お待ちしてます。